間違いだらけって気づいたのは少しだけ大人に近づいた時、受け入れながら生きてゆくの、なんて殻にもなくつぶやいた。生徒前で一騎打ちしようぜ、負けたら悪だアフタータイム、爆解はもっと暗躍していたなら腹取りなんて生まれやしなかった。さあ、あぶらけたぶら見せるキャラクター、もう言い抜けて互いに引き寄せ合って心から操作、ここから僕の独壇場、心躍るエキセントリック、前習いから一人はみ出して、何が悪いの、先陣切ったマイノリティ、笑われても涙で濡れた袖隠して立ち上がるよ。もうこのままだっていいじゃんか、僕ら十人十色なんだって、すれ違えてもストーリーにしてゆくんだ。もう悩みの種はいつだって芽が出る前にどっか行って、きっかけ一つあればゲームセット、そうさいつでも僕らアニメーション、僕らアニメーション、間違いだらけって気づいたのは少しだけ大人に近づいた時、受け入れながら生きてゆくの、僕は無理僕らアニメーション。